さあ、それでは地産地消型浮体式洋上風力発電シンポジウムを再開させていただきます。ここからはパネルディスカッション、浮体式洋上風力発電の地域への導入に向けてです。さあ、まずはパネリストの皆様をご紹介いたします。ステージ左手よりファシリテーターを務めていただきます、一般社団法人オフショアウィンドファーム事業推進協会代表理事佐藤育さん。長崎海洋産業クラスター形成推進協議会東京大学名誉教授木下武さん。木下でございます。よろしくお願いいたします。続いてリモートでの参加となります、東京都大島町役場水道環境課再生可能エネルギー担当主幹川島正則さん。長崎県五島市産業振興部再生可能エネルギー推進室室長村井康隆さん。五島福江漁業協同組合代表理事組合長熊川長吉さん。よろしくお願いします。そして環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室室長加藤誠さん。最後にこの度地産地消型浮体式洋上風力発電広報アンバサダーに就任いたしました理系タレントとして各メディアでご活躍中の五十嵐美希さん。よろしくお願いします。以上、7名のパネリストによるパネルディスカッションです。皆様どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではファシリテーターの佐藤さん、ここからは進行をお願いいたします。はい、それでは、パネリストの皆さんよろしくお願いします。これからですね、パネルディスカッションの方を始めていきたいと思います。本当はですね、大島町さん、それから五島市さん、それから組合長もですね、こちらの会場の方に、いらしていただきたかったんですが、残念ながら、緊急事態宣言の延長ですねに伴いまして、五島市さん、それから大島町さんともですね、今感染者の方がもうおられないという状況の中で、万が一にでもですね、こちらから、ウイルスを持ち帰ってはいけないだろうということもありまして、今回ですね、リモートでの参加をお願いした次第でございます。お聞き苦しい点とかですね、もしあるかもしれませんが、そのあたりはですね、ご容赦いただければと思います。よろしくお願いいたします。では、まずですね、パネルディスカッションに先出しまして、木下先生とそれから、加藤さんにつきましては先ほど、プレゼンテーションいただきましたので、まずですね、大島町さんからですねプレゼンテーションの方をお願いしたいと思います。大島町さんはですねこれから、周辺海域のですね、強い風を生かしてですねまさに、風力発電を、導入していきたいというふうに検討されているということです。ですので、今のですね、取り組み等につきましてですね、ご発表いただければと思います。それでは、川島さんよろしくお願いいたします。大島町の川島です。よろしくお願いします。それではですねスライドを活用して、発表させていただきます。はい、洋上風力発電設置に向けてですね大島町の今の現状と課題、次のページをお願いします。まず大島町が、どういったところなのか概要を説明いたします。右の図のようにですね、東京から南に約120キロの方にある、離島ですね。で、ここにある伊豆諸島の中では一番面積も大きく、一番東京に近い島です。今、画面に見えている写真ですけども、これは昭和61年の三原山の噴火の様子です。三原山は島の中心にある活火山で、今でも活動しております。大島の気候はですね、都心と比べて暖かいんですけども、
雨量、あと湿度が高いんですが、風が強いので、比較的ジメジメした感じはありません。次のページをお願いします。大島全域がですね、国立公園になっております。また、平成22年度に日本ジオパークに認定されています。交通アクセスですが、東京の竹芝からですね、高速船など出ています。また、調布からもですね、飛行機が運行しております。島内の交通についてですが、大体島の人はですね、各家庭に2台ぐらい車を持っていまして、その車で自分の行きたいところに移動するという形です。次のページをお願いします。大島はですね、観光の島なので、イベントをやっています。トライアスロンとかのスポーツイベント、あと椿祭り等の観光イベントをして、毎年22万人ぐらいの方が来島しております。主な特産品は椿油、草屋などがあります。観光名所、椿三原山などのジオサイトなどがあります。次のページをお願いします。主な産業ですが、建設業、観光業、漁業、農業といったものがあります。次のページをお願いします。大島町のエネルギー状況等ですね。まず電気。電気は東京電力の火力発電所が1基ありまして、そこで発電、送電をしております。ガスはプロパンガスです。燃料はガソリン、灯油、軽油、A10 などありますが、このガスや燃料はすべて島外から輸入しているものです。水道はですね、公営企業で地下水を汲み上げて、脱塩処理をしてですね、提供しております。下水処理はですね、各家庭の浄化槽等を使っていることがほとんどです。次のページをお願いします。大島町の課題。これはどこの自治体も一緒だと思うんですけども、人口減少、高齢化の進展というものが進んでおります。次のページをお願いします。また、交流人口の減少、高齢者不足、産業の縮小とかもですね、まあ、観光客も以前に比べてだいぶ減ってですね、それに伴って産業も縮小して、農業、漁業も半分ぐらいに減ってしまっております。次のページをお願いします。また、離島でですね、自然が多いことがありますので、災害の発生のリスクというものがあります。また、発電所が1箇所しかないので、そこが被災した場合はですね、全島停電になってしまって、水道施設も電気が効かないと、水が作れませんので、ライフラインがストップしてしまいます。次のページをお願いします。課題のまとめ、人口減少、産業の縮小、災害のリスク、人口が縮小することによって産業も縮小しますし、産業が縮小することによって人も減っていってしまうという負の連鎖が、まあ、起きているという感じです。まあ、あと、もともと火山島ですので、災害リスクは必ずあるものだと思っています。次のページをお願いします。こういった課題をですね、洋上風力発電を導入することによって期待する効果ですが、二酸化炭素を削減することはもちろんですけれども、雇用の創出、産業の拡大、インフラの強化というものを期待しております。次のページをお願いします。これまで大島町で行ってきた再生可能エネルギーの取り組みですね、二酸化炭素の軽減について、住民の理解醸成のために、電気自動車の試乗会、試験的運用を行いました。また、CO2 削減のために、ご人家温泉へのヒートポンプの導入、また災害時のですね、避難所の、停電の対応策として、太陽光発電設備を避難所へ設備いたしました。ですが、まだ全部の避難所へ設備はできていませんので、まあ、それも課題です。大島町の発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続いてですね、後藤さんにお願いしたいと思いますが、後藤さんはですね、10年ほど前からですね、環境省さんの、浮体式洋上風力発電に積極的に支援をいただいておりまして、その経験等も踏まえましてですね、
取り組みの状況について、後藤市さんの、後藤市の村井さんですね、それから、漁協の熊川さんの方に、プレゼンをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。後藤市再生可能エネルギー推進室の村井と申します。後藤市の課題と取り組みについて、説明させていただきます。資料の方をご覧ください。今ご覧いただいている写真は2013年平成25年に環境省の実証事業で設置された 2000kW の浮体式の洋上風車になります。この風車は波縁風と名付けられました。波縁風は南西の風という意味の方言で、今日の昼に風車を見てきましたが、本日は文字通り波縁風を受けて風車が回っておりました。それでは少し後藤市の紹介をさせていただきます。後藤市は九州の最先端に位置し、11の有人島と52の無人島で構成されており、その大部分が西海国立公園に指定されております。長崎市から距離にして約100キロ、時間にして高速船で1時間25分、福岡からは空路で約40分で後藤に来ることができます。次のページをお願いします。先ほど大島町さんも、言っておられましたが、どの自治体も、人口減少が大きな課題となっております。後藤市の人口は1955年をピークに減り続け、2015年までの60年間で 60% も減少しております。国立社会保障人口問題研究所の推計によりますと、2060年には約1万人まで減少すると推計されております。そこで後藤市では2060年において2万人程度の人口を確保することを目標として、第2期後藤市町人仕事総合戦略の重点事業に沿った形でさまざまな施策を展開しております。次のページをお願いします。その効果もあり、2019年は33名、2020年は69名の2年連続での社会増を達成しました。これは全国的に人口減少が続く中、特に離島では大変珍しいことであります。2017年に施行されました有人国境離島法を活用した雇用創出事業や UI ターンの推進など、さまざまな施策の成果であると思っております。次のページをお願いします。先ほど説明しました雇用創出について、再生可能エネルギー関連では9社94人の雇用が創出され、人口減少対策あるいは2年連続の社会増に寄与しているところであります。5ページをお願いします。地図の右側の赤く塗りつぶした部分に複数の洋上風車のイラストがあります。ここが日本で最初に再エネ海域利用法による促進区域に指定された海域です。早ければ今月、この促進区域での発電事業者が選定される予定で、ここに10基程度のウィンドファームが2023年に整備され運転開始する予定です。浮体式洋上風力発電事業の取り組みには、漁業者、漁業関係者の皆様の理解なしには進めることができません。事業実施者と漁業者、漁業関係者との信頼関係を築くために、行政としても微力ながら協力させていただき、一歩一歩進んできて、10年以上の年月をかけてきました。今後、後藤をモデルとして目指すところは、漁業との共生であり、漁業者の方に洋上風力発電事業に協力してよかったと思っていただく施策を展開していくことだと考えております。本日、後藤福栄漁業協同組合の熊川組合長が参加しておりますので、洋上風力発電事業と漁業との共生について熱い思いを語っていただきたいと思います。それでは熊川組合長、よろしくお願いします。資料は6ページをお願いします。皆さんこんにちは。パネラーの方に、お久しぶりに、顔を拝見する人がおります。今日はよろしくお願いします。
私の方から限られた時間でございますので、まずもって、こういう先ほど基調講演にもありましたけど、海を使うということは漁業者のご理解をいただけなければ前に進まない案件であるということで、日本で初めてのことをこの五島でやりたいという時に何としても成功させたい、そして、なおかつ共存共栄、これが漁業とのです、ね、共存共栄を図るというのが前提条件です。漁業者だけがその場所を提供して犠牲になる、これは私はやってはいけない。じゃあ何をということで、漁師の理解を得るために正直申し上げまして、基金の創設の話も詰めさせていただきました。私にはですね、それよりはるかにですね、夢を持っております。あそこの海域に、先ほど市長からの話がありました、10基程度足すということは、もう漁業者の方、関係漁業者の方、いろんな方々のですね、ご同意を取り付けております。したがって近いうちに10基立って、そこに、あの大使漁業風力はですね、70メートルも沈んでますんで、そして浮いてますんで、それなりの水深のところ、いろんな魚がついているのをもう漁業者は知っております。あそこに10基立って、私はあそこを海洋牧場にしたいんです。そして、多分今の現在の、風力発電だけでは漁業者が魚を釣ることは難しいのかな。私にとってさ、あの魚が釣いただけで意味ありません、正直申し上げます。それを漁業者が活用して所得向上につながる、これが実現しなければ私にはとっては何の意味もありません。そういったことで、今日環境省の方ご指摘いただいております、環境省あるいは水産庁、いろんな方々のですね、知恵力を借りて、僕はそこに海洋牧場、あんまり遠くないんです、5キロしか離れておりません。したがって油もあんまり使えません。魚を探す必要はありません。そこに行けば魚がいるという形を作って、漁業者が所得を、向上できる、そしてまたいろんなことにもですね、観光業にも活用できると思います。これは今からのいろんな夢が語られると思います。それを実現する、そしてですね、日本で各地であちこち今この風力発電、やろうという計画がありますが、僕は五島市がですね、トップランナーだと思いますので、そのモデルを作りたいです。こうやって五島で成功し、漁師の方々も喜んでるんですよ、儲かってるんですよと。そして一人でも二人でもいいんです、若い人が俺も漁師をしたいという形をですね、僕は作ることが夢でありまして、これに向かって回りまして、縦の協力を得ながら頑張っていきたいというふうに考えております。以上でございます。ありがとうございます。最後に7ページになります。次の世代に自然を残し、地球に優しい再生可能エネルギーの島であり続けたいというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。熊川組合長の熱い熱弁をですね、久しぶりに、拝聴できて、なかなかコロナでお会いできなかったので、心強い限りです。各自治体のですね、発表をいただきまして、次の、テーマに移らせていただきたいと思いますが、これからですね、導入を進めていこうというふうに考えられている自治体さんを代表してですね、大島町さんから、この、今までの、プレゼントを、見ていただいて、期待するところがもしあればですね、教えていただきたいなと思いますが、お願いできますでしょうか。はい、大島町です。今の落としさんの話からあって、漁商としての、期待もあるんですが、まずはですね、電気、東京電力が大島の場合1基発電所があるんですけど、災害が多いのでそこが被災した場合にですね、使えなくなってしまうということがあるので、この洋上風力が導入されてですね、供給のシステムがなんか構築できたらいいなっていう期待とですね、
そういったものが構築されて、それが良いモデルになってですね、いろんな人が視察に来てもらって、楽天大島に来る流れをですね、人の流れを作ってですね、いっぱい大島にお金を落としてくれたらいいなと期待しております。ありがとうございます。まあ、電力が発電所一つに、集約されているということで、まあ、その安定供給ですねの点と、それから視察のですね、効果というところかと思いますが、産業としてもですね、何らかのやはり、期待感というのがあるのかなと思いますけれども、木下先生ですね、長崎で、まあ、今、これから進められようとしているという状況ですけれども、長崎の産業界の方からの期待というのはどんなものがありますでしょうか。はい、五島の風力発電の事業でですね、長崎県内の企業が参加させていただいているっていうのは地元でとってもありがたく、そしてまだ参加してないところもですね、ぜひどんな形でものを作っていけばいいのかって一生懸命勉強中なところだと思います。それで長崎にとってはですね、その五島の風力もそうですけれども、上流発電もここ1年間ぐらいですかね、実際に動いて認証も取れてですね、使われる形になってきてです、それも長崎の企業が参加させていただいてて、今までの勉強のしがいがあるというか、もっと勉強しようということで盛り上がっております。はい、ありがとうございます。やはり何かビジネスがこうできてくると、地元の企業さんも、それに対して何か自分も仕事があるんじゃないかと、思うのは、常じゃないかなというふうに思うんですが、長崎県さんの場合は、地元のですね、企業さんがグループ作られて、早くから勉強を始めてたというところも大きいのかなというふうに思います。で、ご当地さんとしてもですね、先ほど、大島町さんの方から、電源がですね一箇所しかないということでしたけども、五島市の場合は、長崎県というかいわゆる本土の方からですね、直接系統連携電線がつながっていて、発電所は確か動いてなかったかというふうには思うんですけれども、五島にですね、新たな発電所が風力発電、それから先ほどあった潮流発電というふうにできてくるということなんですけれども、それに対して、例えば、レジリエンス、いわゆる災害対策の観点からですね、何か期待感とかといったものはありますでしょうか。そうですね、五島市自体が離島の市でありますので、市役所が所在する福江島を含め11の有人離島があるというところです。で、五島は台風の通り道でもありまして、昨年も台風9号、10号が接近して停電などの被害が発生しました。で、停電に伴い浄水場の機能も停止したため、地区によっては長時間電気や水道といったライフラインが途絶えてしまったというところもあります。このようなことから考えると、安定した電力の供給という観点から考えると、分散型エネルギーの導入によってリスクの回避が望まれるところではあると思います。ありがとうございます。球磨川組合長、停電でですね、組合長の、自宅も長期間停電した去年ですね、はい、経験は終わりだと思いますが、漁業の観点からですね、その停電っていうものは大きく何か影響するんでしょうか。漁業でですね、例えば冷凍庫が止まっちゃうとかですね、なんかそういう面で停電すると困るとかっていうことはあるんでしょうか。困らないことはないでしょうね。でもね、そんなに長い時間止まることはないので、そんなに大きな被害ができたという、報告は聞いておりませんが、ただ停電しない方が一番いいですからね。はい、ありがとうございます。ちなみに
去年海野町のところどのぐらい停電したんでしょうか。30分ぐらいじゃなかったかな。30分ですか。そうですか。じゃああまり被害の大きくない地域だったんですね。ありがとうございます。まあ、地元の、まあ、期待というところで、五十嵐さん五島を回られてですね、料理屋さんとか、製造施設とか回られましたけども、何か外から見てですね、感じるところとかってありましたでしょうか。はい、いや本当に私こんな形で実際に長崎県五島市にあります浮体式洋上風力発電破片風の本当に真下まで行きまして、で肌で感じたこととしてはやはり食べ物だけではなくてエネルギーも、まあ、脱炭素な形で地産地消しているっていうことを肌で感じましたし、それっていうのはこれから多様な地域においてモデルケースになるのではないかというふうに感じました。で実際ここの潜っている、先ほどの VTR でもありましたけれども、まあ、この潜って実際にお魚も、まあ、リアルタイムで見てたくさんいたっていうところ でここで取れたお魚をさらにこの破片風で作った、まあ、電気を使って調理されているようなお店の方々にもインタビューをしたら、やはりそういった、まあ、地産地消という考え方がやはり浸透していて、それもすごく驚きましたし、今後モデルケースになるのではないかというふうに感じました。なるほど、ありがとうございます。例えば五島でですね、その地元の方が、いわゆる地元の電気を使うというところに対して、まあ、誇りを持っているのかなというふうに思ったんですが、それは他の地域でもですね、成り立つようなものなんでしょうかね。あ、そうですね。でもお話をやはりお伺いしてますと、その島に対する思いといいますか、島を盛り上げていきたいというような思いから、やはりこういった、まあ、科学技術と社会とのつながりというのを皆さんすごく考えていらっしゃるなというふうに思いましたので、まあ、その地域を盛り上げるという点においてはやはりいろいろな地域の方々も、まあ、そういったことを考える機会にはなるのかなというふうに思います。 ありがとうございます。まあ災害対策とかですね、それから、まあ、観光とか、まあ、そういった面で、いろいろな期待感が、あるわけですけれども、まあ、実際にですね導入していくにあたってそれぞれ課題みたいなものもあるのかなというふうに思います。で、まあ、次のテーマとしてですね、まあ、大島町さんとして、いろいろ先ほども課題を、提示していただきましたけれども、改めて今、今後導入していくにあたっての課題みたいなものが、ありましたらですね、お聞かせ願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、そうですね、漁業者については、導入に協力的で、逆にさっきの話もあったように漁礁になるっていうことを聞いてですね、逆にそれで他県から船が来てね、争いになるんじゃないかっていうような心配もしていました。あと住民の中では、景観、や生態系ですね、に影響があるんじゃないかという心配がありますので、今後調査するにあたっては、まあ、慎重に調査していかないといけないかなと思います。またですね、住民個々で考えると、電気料金ですかね、それが安くなるのかみたいな感じで聞いてくる人たちが多いのですが、まあ目に見えるメリットですか、そういうのを分かりやすく丁寧に、まあ理解醸成の場ですね、これから作っていくことが大事かなと思っています。はい、ありがとうございます。まあ他県からの、漁船が来るということですけれども、大島は一番近い陸地からどのぐらい離れてるんでしょうかね。そうですね、熱海、まあ、稲取あたりだと、まあ、100キロはないですよね、はい、数十キロっていうところですかね、はい、熊ヶ組野町、五島の場合はその、うん、五島以外からですね、まあ、今後魚が集まって、そのいわゆる魚取り合戦みたいなですね、他の地域から来た人に魚が取られちゃうような心配っていうのは あるんでしょうか。当然出てくると思いますんで、
日本では例えば宮崎県とか沖縄県浮き漁場の活用の方法でルールをですね作っているところがありますので、僕は当然ねそういうルールを地元の水産課も含めて作って、そして漁業者が極力優先的に活用できる方法を作らないかん時が来るんじゃないかなというふうに考えております。ありがとうございます。実際にそういうルールを作って活用されているところがあるということなんですが、小島町さんとしてですね、何かそれのルール作りについて検討されていることとかっていうのはあるんでしょうか。そうですね、今現在も島周辺の釣り船に対する、独特のローカルルールですねを作っているんですけども、今後はその洋上風力が導入されたらその周りについてもそういったルール作りをしていかないといけないかなというふうに思っております。ありがとうございます。ぜひですね、他の、県のものとかですね参考にしていただきたいと思いますけれども、環境省さんとしてですね、何かその海のルール作りとして、環境省さんなのか、国の機関なのかというところですが、そういったものというのは何か、加わっていただくということは可能なんでしょうか。そうですね、先ほど冒頭申し上げた国地方会議というところで関係省庁と連携してということになっているので、今日のお話も踏まえながら農林水産省さんとも環境省連携していくということになってますので、地域の理解を得ながらそういうものをどうやって進めていくかというルール作りについてはお話を踏まえてよく検討していきたいと思います。ありがとうございます。前向きな、お話いただけたので、期待していければなというふうに思います。で、他に電気料金の問題が、ありましたけれども、木下先生、電気代っていうのは安くなるんでしょうか。なんかちょっと、言いにくいというか、私は現在同じ料金を電力会社がそれを保証する形で動いてますので、現状よりその大島だけ安くなるとかいうことにはちょっとならないかなと。むしろ別の形で、その大島 その場所を提供している、あるいはそれによって漁業が制約を受けている可能性のあるところに対しては別のメリットをですね、私のプレゼンでも申し上げましたが、一緒に仕事を作っていってですね、そのデメリットよりを十分何倍かするようなメリットのあるものを考える、熊川組合長がおっしゃったような海洋牧場もですね、そういう形で、そのためには海洋牧場をするためには絶対、その規則がいるわけですよね。よそのやつは入るなよと、で どういうルールにするとかですね、そんなふうなことの方が現実的で、ローカルに電気を安くするというのは、そうしないでももっとメリットが出るような工夫を作る方が、そのコンペンセーションとプロモーションと私は申し上げたんですけども、そういう中で考えた方がなんか、理にかなってるかなという気はいたします。 ありがとうございます。現状でもですね、離島の場合はもともと電気代が高いわけですよね。で、燃料代も高くて電気代も高くて、でその中で、いわゆる地域統一料金ということで、本土の支援を受けて、で、安い電気を使っていると、いうことになってしまってるんですよね。はい。ただその補助金自体が、実は化石燃料にしかかからないということになるので、再生可能エネルギーにはその補助金が入らないのでかえって高くなっちゃうと、そうです、いう可能性ぐらい も、はい、もあるということですよね。ですのでそちらの方を狙わないで別 のコンペンセーションとプロモーションを考えた方がむしろ得じゃないかなと思います。ありがとうございます。ちなみにですね、大島町でガソリン代っていうのは今1リッターいくらぐらいなんでしょうか。そうですね、180円ぐらいですかね。180円
多分あの東京だと今140円とかそのぐらいだと思いますので、例えばですね、その、電気自動車にしていただいて、でとかもしくはあの水素ですね、FCV とかにしていただいて、で、あの町で作った電気で、車が動くようになれば、あの少なくともガソリン代は安くなる可能性が、運ばなくていいですからね、あの船で運ばなくていいので安くなる可能性はあるのかなというふうに思いますが、今あの電気自動車は大島町の場合何台ぐらい今入ってるんでしょう。町で所有してるのは5台ぐらいですけども、一般の住民でもちらほら見るようになったので、まあでも数台ですね。ああなるほど。それあの町で所有されているということですが、そのガソリン代と比較して、安くなってるんですかね。そうですね、安くなってると思います。あ、そうです、ありがとうございます。まあ、あの今ですね、残念ながらあの火力発電所だけなので、電気自動車にしてもですね、あの二酸化炭素の削減にはあまり貢献しない可能性は、あるかなと思いますけれども、まあ、あの再生可能エネルギー導入していただいて、まあ、水素ですね、今あの国としても力を入れられているところだと思うので、まあ、そういったところで、何か目に見えるメリットが、出せるんではないかなというふうに思いますが、その燃料代っていう面でもし、メリットが出たときに、それが、風力発電の導入の一つの目に見える形ということで、受け入れてもらえる可能性っていうのはいかがでしょう、川島さん。あ、はい。実は、まあ、水素については、少し興味があってですね、まあ、大島でその洋上風力をして、大島で使う以上のエネルギーが得られるんであれば、それを水素にですね変えて、まあ、当該に、まあ、売るというかいう形で、まあ、メリットを作ることが新しい産業としてこうできるんじゃないかなと。また災害があった時ですね、まあ、水素であれば、まあ、保管も移動もできますので有効活用できるんじゃないかなと思っています。で、島のガソリンスタンドもですね、もしかしたらそういった水素に変えていくっていうことができるかもしれないので、はい、期待しています。 ありがとうございます。あの後藤氏さんの方ですけれども、水素の設備っていうのは今あるんでしょうか。実証事業で、水素ステーションを建設した経緯はあるんですけど、今は使ってなかったんじゃないかなと思いますけど、すいません、なるほど、うろ覚えで申し訳ありません。 ありがとうございます。まあ、あの先ほどあのビデオの方にもありましたけれども、水素で動く船がですね、まあ、多分日本で今唯一小型船舶として小さな漁船としてはですね、唯一ではないかなというふうに思うんですが、熊川組合長、はい、再生可能エネルギーで動く漁船が、はい、あったら、漁業者の方は使われますでしょうかね。問題はその船を作るのにどれだけかかるか、利益を生む、その計算が成り立たないと多分無理だと思いますけど、 今現在はですね、でも皆さん方の研究が進んで CO2 を出さない船、しかもあの船音が出ませんからね、びっくりしたんですけど、うん、そういったことで実用化に向けて時代が変わっていくのかなという気はしますけど、あの経済面から見て、高かったら多分利用者の方は飛びついてこないと思います今の時点では。あ、なるほど、うん、あの例えばそういう、まあ、水素とかですね、まあ、備蓄可能なエネルギーですかね、という、まあ、地産地消ということを考えたときに必要になってくると思うんですが、あの環境省さんとして、そういうあの水素とかそういうものに対する、何か支援制度みたいのは
考えておられるんでしょうか。あ、はい、今まで皆さんお話しいただいたことは、EV とか水素とかうまく使いこなしていくっていう、世界的に言うと風力発電をうまく使いこなしていくデマンドサイドフレキシビリティという考え方、もしくはその電気を熱とかモビリティでうまく使っていくっていうセクターカップリングという考え方、だと思ってまして、そういうものを積極的に環境省も進めていかないといけないだろうというふうに思っています。でそのための支援方策も環境省でいろいろ準備しているところがございまして、さらに国地方脱炭素会議の結果を受けてそれを強化していこうというふうに考えておりますので、ぜひ地元の方とご相談しながら、その地域に合った形での導入というものを進めていきたいと考えております。ありがとうございます。水素等についてもですね、先ほどの、国地方脱炭素実現会議ですね、島も、やはり脱炭素していかなきゃいけないと、以前の、2050年 80% 削減という世界だと、島の全体のエネルギーはですね、それほど、消費量が大きくなかったので、その残りの 20% ですねに、含まれてしまう可能性が高かったわけですけれども、今は100% 脱炭素をしないといけないということになりますと、小さな離島だから、二酸化炭素をいくら出してもいいんだよということには多分ならないんですよね。ですから、逆に、先行してですね、こういった島が、二酸化炭素を出さない島という形で、ブランディングをしていくと、先ほどの、木下先生のご講演にもありましたように、新しい水産業の形ですかね、サスティナブルでなおかつ、脱炭素な水産業の形というものを、先行して、できる可能性が、本土よりもですねあるのではないかなというふうに考えるんですが、川島さん、今までの、話を、聞いていただいて、大島町さんとしてですね、その、脱炭素アイランドといいますか、大島全体をですね、より環境に優しい世界にしていくことで、新しいそのビジネスモデルというかですね、その東京近辺の一つの、お手本ですね、五十嵐さんの言葉を変えればお手本に、できるのではないかなという気もするんですが、そのあたり、川島さんいかがでしょうか。はい、そうですね、東京の島としてですね、まず一番最初にやってそれを手本になるようにですね進めていきたいなと思っております。ありがとうございます。今年の村井さん、はい、今、脱炭素ということで、五島市は日本でも、ある意味一番進んでる部類の離島ではないかなというふうには思いますが、この再生可能エネルギーをですね、導入されてきて、課題も、いろいろあったと思いますが、その課題の、解決して克服してで良かったなって思われるところっていうのはありますでしょうか。そうですね、まず市民の方々の意識が変わったというふうに思っております。毎年市民アンケートを取ってるんですが、行政の施策として、再生可能エネルギーの取り組みというのは満足度が高いところになっております。でそういったことで、今後温室効果ガスの削減につきましても取り組みが容易に進むのではないかというふうに期待しているところです。ありがとうございます。今すごく、いい話を聞きできたなと思うんですが、その、行政施策としての再生可能エネルギーの導入について、
市民の方々が非常に高い理解を示しているというところについて、何か特別な取り組みとかをご都市さんとしてなされてきたんでしょうか。特別というふうには思ってないんですけど、これまでの取り組みの中で、クリーンなエネルギーを作っていこうというのと、新産業を、生み出していこうというところが評価されているのではないかというふうに思っております。それは先ほどの、9社ですね、100人近い方々が、新たに就労されたということが、市民の皆さんにも広く伝わっているということでしょうか。そうですね、そのように思っております。そうすると、ただ、そういうその結果をですね、市民の皆さんに知ってもらうということがすごく重要だと思うんですけど、何かその広報活動のようなもので、特に、理解を醸成するための、取り組みとして何か代表的なものがあれば教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、ホームページ等で随時、情報をお流ししているというところもありますし、あとはこちら側が発信するというよりは、報道機関の方々が、発信していただく部分も大きくて、そういった、放送局であったり新聞報道であったり、そういった情報を皆さんが取得しているというところも大きく影響しているのではないかと思っております。なるほど、報道機関の、方々が、好意的に捉えて報道していただけているということなんでしょうか。そうですね、そのように捉えております。なるほど、ありがとうございます。なかなかですね、再生可能エネルギーは、特に風力発電はですね、騒音とか、そういった心配事の方が、表に出てしまってですね、なかなか、いい話というのはなかなか報道に乗らない傾向が、あると思うんですが、後藤さんは非常に、報道機関の方々とも、そういういい情報をうまく提供されて、住民の理解のにですね、努められているのかなというふうに理解いたしました。ありがとうございます。国としてもですね、今はこのまさに理解醸成の事業の一つになりますけれども、今後ですね、広く、国民の皆様に、再生可能エネルギーだったりとか、その普及についてですね、協力していただかなければいけないということになろうかと思いますけれども、環境省さんとして、今後の、理解醸成について、何かお考えがあればお聞かせ願えますでしょうか。はい、先ほどもから申し上げている国地方脱炭素会議の考えのベースになるところ、環境省としては地域循環共生圏というものを従前から掲げてまして、これが先ほど熊川さんがおっしゃったところの地域との共存共栄を図っていくということだと思ってまして、地元の方の熱意と地域資源、これを外の人とうまく連携して、そのいい形に地域を変えていくということだと思ってまして、それを応援していくということを環境省として今後も引き続き続けていきたいというふうに思ってますので、そういうもの国からそういうのがいいですよっていうのもあるんですけども、実際にそういうふうな地域が出来上がってますよということをお伝えして、であれば自分のところもやってみようかと思っていただける方、共感の輪が広がるように、普及啓発とか必要な資料などを準備していきたいというふうに考えています。ありがとうございます。まさに広報という分野になろうかなと思いますが、
広報アンバサダーの五十嵐さん、はい、今のビデオとか撮影したりとかですね、いろいろ、撮影の苦労もあったかも思いますけれども、その広報アンバサダーに就任されて何か反響とかそういったものはありましたでしょうか。そうですね、本日も実際に肺炎風邪をテーマにした科学実験ワークショップを実際に作ってそれを実施したんですけれども、まあ、例えばこういった風車がどうやって回るかとか、どうやって浮くかとかですね、あと、まあ、電気をどういうふうに作るかとかですね、まあ、これ電磁誘導だったりとか、まあ、そういったところっていうのは、まあ、割とこう自分自身としてはこう科学技術を伝えるっていうところはこれまでやってきたところではあったんですが、それプラスそれがどういうふうに社会や地域とつながっているかっていうところを学ぶにはすごくいいテーマだなというふうに思いまして、私がそういった発信をすることで皆さんもやっぱりそういうふうに考えてくださるようなきっかけにはなったのかななんて、はい、思っております。ありがとうございます。ありがとうございます、まあ、五十嵐さんはSNS とかですね、まあ、ソーシャルメディアを使っていろいろ情報発信されておられますけれども、一般の方からですねの何かそういう情報発信されて の反応っていうのは何かございましたか。そうですね、やはりまあ、もともとそういった技術を知っている方っていうのは、まあ、本当におめでとうみたいな形だったんですけれども、まあ、なかなかやはりそれを実際に見たりとか知ったりする機会っていうのがなかなかやっぱないので、あ、こういうのもあるんだっていうふうに初めて知ったみたいな方もやっぱりいらっしゃったので、まあ、そういった意味では今後もそういった方々に、幅広い方々に知っていただくきっかけを作れたらいいなというふうには思っています。 ありがとうございます。いわゆるお子さんだけではなくて、そのお子さんの親御さんとか、からも反応がいろいろあったということですかね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、その通りです。先日ちょっと大島町さんにですね、お伺いさせていただいたときに、今回の五十嵐さんの、ビデオを見ていただいたら、学校の先生からですね、ぜひその模型を、お子さんに、作らせたいっていう話があったんですけれども、後藤さんだいぶ前からですね、小学校とかですねの環境教育ですか、で、まあ、肺炎風邪の見学会をされたりということを、していたと思いますが、その親御さんの反応とかって何か、ありましたら、教えていただけたらと思いますが。そうですね、子どもと一緒に来られる親御さんが多くて、その中で子どもが喜んでいる、そういった喜んでいる姿を見てまた勉強したいというような、気持ちになっているというところで、そういうことがずっと続いていて相乗効果が生まれているのではないかというふうに考えております。ありがとうございます。もうあれ何年ぐらい続けられてるんですか、その勉強会というか。もうすいません、感覚的な部分ですけど 7,8 年はなるんじゃないかなとは思ってるんですけど。そうすると、はい、肺炎風邪をまさに作った頃からずっと継続されているということですね。そうすると、そうですね、もう小学生の低学年だったお子さんはもう中学生、ですね、まあ、もしくは高校生になってるかもしれないということですね。あと10年続ければ、はい、皆さん大人ですね。そうですね、人材育成の観点からも継続することが重要かなというふうに思っております。ありがとうございます。まあ時間の方が、もう来てしまいましたけれども、皆さん本当にいろいろご議論いただきましてありがとうございました。聞いていただいている方のですね、地域の、現状、それからその課題ですね、それと、まあ、地産地消、それからエネルギーについての、解決策の方向性についてですね、参考になったのかなというふうに思います。では最後にですね、お一方ずつですね、今後の、意気込みをですね、お願いしたいなというふうに思います。で、まず環境省の加藤さんですね、まあ、離島の政策という面では、まあ、環境省さんが主体となって、まあ、一丁目一番地というかですね、やられているというふうに、考えておりますが、
今後の意気込みを一言お願いできますでしょうか。あ、はい。今日の話は、化石燃料を使い続ける時代にはその離島とか過疎地域っていうのはむしろ不利な地域だと思われてたということだと思うんですけども、化石燃料を使わずにむしろ再生可能エネルギーを使っていくということであれば、まさにグリーンとデジタルを活用して離島とか過疎地域こそが、その世界や日本で最先端の地域になると、こういうことだと思ってまして、そういうあの後藤さんをはじめとするあのフロントランナー先行して頑張っておられる地域、これをあの国として最大限バックアップしていくっていうのが我々の役目だと思ってますので、環境省として全力でそういう取り組みをされる地域を応援していきたいと、こういうふうに考えております。はい、ありがとうございます。では続いて、木下先生お願いいたします。あの今日あの久しぶりにあの、後藤氏の、地域競争型の社会 のフロントランナーのお話を伺えて、非常にこの頼もしいと思った限りでございます。それであの いよいよその洋上風力があの余るぐらいに作るようになりますとですね、後藤氏も今の海底ケーブルをさらに増強するようなことになり、なってほしいと。それは例えば大島町に置き換えるとあの本土とつながるということでですね、非常に安全性が高まるわけでございまして、この流れと なんとかみんなで協力して、私も、そこら辺の石ころの一つとして、動いていきたいと思っております。以上です。ありがとうございます。では、広報アンバサダーとしての役割がますます重要になってきたのではないかなと思いますが、五十嵐さんお願いいたします。はい、ありがとうございます。本日も実際に浮体式洋上風力発電をテーマにしたプログラムというのを実際に実施してみて、やはりご参加された方もすごく喜んでいらっしゃいましたし、改めてそういったところ、メリットデメリットいろいろ考えるきっかけになったのかなというふうに思っております。で、特にそういった科学技術だけではなくって、そういった社会や地域とのつながりっていうところをテーマにするのにはとてもあのいいものだと思いますので、実際に私が後藤氏に行って感じたことをまたプログラムに落として、そういったきっかけを作り続けられるように頑張りたいなと思います。はい、ありがとうございます。熊川組合長、はい、初めに元気なお言葉を、お聞かせいただきましたが、最後に一言、お願いできますでしょうか。僕はEMECに行った時この言葉は絶対忘れないんですけど、島には宝物がある、島にしかない宝物がある、もしその一つが風であったとしたら、これを生かさない手はないと思います。この後藤氏の活性化のために黙って吹いてくる風、これを生かして、そしてみんながウィンウィンの関係を作る、こういう形をですね、今から作っていくことが大事だと思いますし、本日司会をしている、一番分かってる人が司会をするんだけど、早く作ってください、お願いします。はい、ありがとうございます。EMECって言われたのはスコットランドのですね、こういう再生可能エネルギーの先進地域の、ことで、熊川組合長自らですね、海外まで出向いて視察をされて、感じ取ってこられたのかなというふうに思います。後藤氏の、村井さん、はい、いわゆる再生可能エネルギー離島の、脱炭素 のトップランナーとして、大島町さんに一言エールをいただけたらと思いますが、いかがでしょう。はい、洋上風力発電事業というのは取り掛かりはいろいろと難しいかもしれません。ただ根気強く、皆様にお知らせしていくことが重要かというふうに思ってます。で、特に漁業者、漁業関係者の理解をいただくことが重要ではないかと、私自身も今回改めて認識したところであります。で、後藤氏の話をさせていただきますと、促進区域で間もなく発電事業者が決定して、工事が着工されるというふうに思いますが、工事中はもちろんのこと、竣工後も、漁業者との対話を大事にしながら、
この事業が成功して五島モデルを確立できればというふうに考えております。ありがとうございます。では最後に、大島町の方からですね、まあ、皆さん応援団として、一人じゃないということはお分かりいただけたと思いますが、最後にですね、意気込みの方、お願いできたらと思います。はい、大島の豊かな自然をですね、大切にしながらですね、まあ、自然の持つエネルギーを最大限活用してですね、自然とそこに暮らす人々が、まあ、仲良く共生できる、まあ、元気で住みよい街づくりをしていきたいと思いますので、頑張っていきます。ありがとうございます。ありがとうございました。川島さん、はい、いつか五島に来てくださいよ。あ、そうですね。はい、いつか会いましょう。あ、よろしくお願いします。はい、皆さんの意気込みが、聞けたところで、ちょうど時間になりましたので、お開きにしたいと思いますが、パネラーの皆さん、それから、視聴されているですね、皆さん本当に、長時間にわたりありがとうございました。パネラーの皆さんとですね、それから視聴されている皆さん、それから会場の皆さん、感謝を込めまして、拍手で、パネルディスカッションを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。改めましてパネリストの皆様、どうもありがとうございました。それでは皆様ご講談くださいませ、ありがとうございました。それでは最後に主催者の環境省より皆様に閉会のご挨拶を申し上げます。では加藤さん、お願いいたします。本日は、地産地消型浮体式洋上風力発電シンポジウムに、皆様ご参画賜りまして誠にありがとうございました。オンラインで参加いただいた方も誠にありがとうございます。今日の話は、20世紀、化石燃料を使って人類発展してきたわけでございますが、21世紀は究極的には化石燃料を使わずにどうやって豊かな暮らし、もしくは持続可能な地域を作っていくかということだと考えております。そのために、地域の皆さん、または外から活躍する皆さん、こういう人の力を、組み合わせて、ご当地さんであるとか、それ以外の地域に、ご当地さんのような取り組み、地域の方と外の方が手を結びながら、新しいその共存する地域を作っていくということをどうやってできるかということだと思っておりまして、そういうヒントがたくさん詰まっていたシンポジウムになったのではないかと考えております。環境省といたしまして、そういう地域を力強く応援していきたいと考えておりますので、引き続き関係の皆様のご理解ご協力賜れればと考えております。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。では最後までお付き合いいただきました皆様、誠にありがとうございました。さて、オンライン配信をご視聴いただいている皆様へアンケートのご協力のお願いです。今ご覧いただいております QR コードや YouTube チャンネルの概要欄からアンケートフォームに入ることができます。今後の参考とさせていただきますので、ぜひ皆様アンケートへのご協力をよろしくお願いいたします。それでは以上をもちまして、環境省主催地産地消型浮体式洋上風力発電シンポジウムは終了とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。